張忠氏は中華民国の軍人。北京政府、国民軍に属し、兵局省配下の十三王の保つの一人と称される。後に王朝名の南京国民政府に参加したとも言われるが異説も存在する。字は、蘇玉。東三省武備学堂で学ぶ。1911年の秋期義では兵局省配下で配長を務めた。 中華民国成立後も、兵玉賞率いる、第十六混成旅、第十一市で順調に昇進している。1924年には、旅長となった。1926年7月、超忠氏は、西北軍第十三市市長となる。同年12月には、第十三軍軍長。1927年には、第十三素地総司令。1928年には、 第六方面軍総指揮と歴任した。1930年の中原大戦では、兵局省廃下で第七葬事軍総指揮兼第八、軍軍長、南路総司令などを務めた。敗北後、長忠氏は、陸軍大学特別班で学習するなどしたが、総じて不遇を囲つこととなる。1943年、国民軍以来の領友、孫和明と共に、 南京国民政府に投稿した。長忠支持は開封水税交渉副主任第二方面軍副総司令として孫和明を補佐する。しかし、後にある友人から出責を受けたために長忠支持は周知を覚え、わずか3ヶ月で辞任したという。ただし、長忠支持は父、妻を日本側に拘束され、脅迫を受けながらも、 これら職員への就任はあくまで拒んだとの説もある。1944年、病没。去年56。なお、死亡地点と死因も説が分かれており、王朝明政権に投稿したとの説では、天心で病死。拒否したとの説では、チャンス症大衆で病死となっている。ありがとうございます。